こんにちは、Kファームです。今回はこの T7 の190、これにちょっとこれブロキャスをつけるんですけど、これにオイルを塗っていきたいと思います。まあ塗るって言ってもこの後ろ側なんですけど、まだ去年入れたばっかりで全然錆びてないんですけれども、まあそのオイル塗るっていうのはブロキャスをつけるんで、そのやっぱり肥料でこう錆びていっちゃうので、そのためにこうオイルを塗ってこういう錆とかをなるべく防ぐようにするんですよね、うちでは。それがで今回紹介したいのが、まあ紹介って言ってもまあ普通にアマゾンで売ってるものなんですけど、これですね、うち使うのが AZ。 ちょっと開けますか。はい、これですね、 AZ のメーカーのこの長期防錆オイル216時間、試験で216時間 永久っていうんですか、まあ、永久、まあ、持ったっていうことだと思うんですけど、超強力な防錆力で金属を長期にわたり錆から守る。でこれやっぱり農業機械って錆るのがなんか当たり前みたいな感じになってると思うんですけど、やっぱりこう、まあ、うちもこう中古で売ったりもしてる中で、やっぱり錆ってない方がこうリセールバリューもいいとかあると思うんで、これまあやっぱりあれですよね、オイル塗っとけば。いやこれちなみにうちは今これ1リッターのやつを買ったんですけど、これで2600円ぐらいでしたね。あ違うか、2500円ぐらいか。で420ミリ入りのスプレータイプもあって、それが1300円ぐらいだったので、結構使い勝手はそっちの方がいいのかなっていう気はするんですけど、まあ、少しでも安く多く欲しいと思って1リッタータイプのこれにしましたね。でこれワックスも、このワックスタイプって言ってワックスも入ってるタイプなので、こう光沢とかやっぱ機械にはいいのかなと思って。あ、成分がありますね、石油系の溶剤と、まあ、ワックスと防錆剤。やっぱりまあこれをちょっと後ろの部分に、このトラクターの後ろの部分に吹き付けていきたいと思います。まあこれも概要欄の方に URL 貼っとくので、まあよかったらまあ試しに使ってみるのもいいと思うので。やっぱり農業やっててこう機械を錆びないようにするっていうのは大事だと思うので、まあそれがやっぱりこう長く機械を使うコツなのかなって気もするので、まあうちは結構あれですね、あと作業を使い終わって、まあ洗車などした後とかにもこうやってこれを使って塗っていくので、まあ、昔は正直廃油とかミッションのトラクターのミッション交換した廃油とか塗ってたんですけど、まあ、ちょっと汚いので、まあなんかホコリとかついちゃうと本当黒くなっちゃって機械が、まあ、それより錆びるよりはいいかなと思ってたんですけど、でこういうそのアマゾンでこれ見つけて、これまあこれバイクとか乗ってる人とかだったらもしかしたら使ってると思うんですよね。自動車、バイク、まあ、自転車などにもって書いてあるので、もし知ってる方いればコメントくれればありがたいなと思って、まあ、AZ の会社なので、まあ、有名な会社だし、まあ、うち結構 AZ の、スプレーとかグリススプレーとかも結構使ってて、まあ、それで余計これいいなと思って、ちょっとこれで一回今試しに塗っていきたいと思います。ちょっとそれでは準備していきたいと思います。で準備するんですけど、これうちはコンプレッサーですね。コンプレッサーで、あ、ちょっとこれはコンセント入ってないな。一回準備してから、あ、コンプレッサーとこの
あれですね、エンジンクリーナーの吹き付けるやつでやっていきたいと思います。ちょっと準備したらまた撮影します。はい、したらこんな風に、まあ、ホースとこれセットしてこれから塗っていきたいと思います。結構サラッとだけしか塗らないんですけど、まあ、それでもまあ結構これ軽いオイルなのでかなりつくと思うのでサラッと塗っていきます。もう結構こんな感じで本当一瞬で終わっちゃうんですけど、まあ、これでこうやってエンジンクリーナーでやれば一瞬であえて濡れちゃうので結構うちではこういう風にやってますね。ちょっと近く行って見てみますか。ちょっと一回置いてこんな感じですね。あ、これちょっと確かめたんですけど、あ、こんな感じいいですね。濡らさってますね。この辺とか全部あれだと思うんですよね。もうバッチリちょっと塗りすぎのような気がしますけど、まあ錆びないためにたくさん塗るのもいいと思うので、まあ、まあどっかのタイミングでこう洗車とかもしないとダメなんですけど、錆びてないんで、錆びてなければ洗車してもいいと思うんで、これで後からプロキャスにも塗ったりしていきたいと思いますね。やっぱり長く使うために、まあ機械長く使うためにもちょっと塗っていきたいと思います。それではこの辺で終わりたいと思います。よければチャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。それでは失礼します。